はいどうも、キスケです。今回ですね、ライバルズ実況始めていくんですけども、使っていくデッキはピサロ。デッキの中身がこちら。見ていただいたら分かる通り、供物と使い魔、つまりランプするですね、動きがないと。ミッドレンジ型のピサロですね。はい。結構、前の環境か。スーさんっていう人が、供物なしの、ミッドレンジピサロ、バロンナイト採用したミッドレンジピサロを、非常に流行らしたので、今回ね、診断出て、まだまだいけるんじゃないかと。やっぱりね、ドンモグーラとかいるので、しっかりとね、相手のボードを取りつつ、もうドンモグーラ、ネルゲル、進化の秘宝で、リーサル取れるんじゃないかと思って、今回、供物、使い魔抜いて、ピサロ、ランクマッチで回してみようかなと思ってます。はい。ランプアップではなくて、パンプアップということで、しっかりスタッツ上げる、カードを、採用してます。竹槍兵、キラーピッケル、バロンナイト。はい。この辺を使ってですね、しっかりと相手のボードを取り、リーサルを決めていきます。はい。それでは、よろしければね、チャンネル登録、グッドボタン、お願いいたします。動画の方、最後まで見ていってください。それでは、ランクマッチ、いきましょう。さあ、やろうぜ。さあ、やりましょう。お相手、テリーですね。さあ。これは前回ですね。はい。前回。マナカーブ通りに動くのが賢いかな。うん。ゴンズは、テリー相手だと、全然活動しないかな。だからパタリはね、結構有効になってくるんじゃないですかね。うん。テンションアップ。私のターンだ。さあ、骸骨。これ骸骨出すかどうかですね。どうしようかな。雷鳴、イカズチ切ってくれればありがたいんで、これ出しましょう。はい。見せてやるぜ。見せてやるぜと。はい。イカズチよ。俺に力を。で、切ってくれたんで、次のターン、ベビーパンサー、ヒロパー。でガーンと、似たユニット展開してっていう動きになりますかね。はい。イエシク。あ、イエシクでええな。イエシク。テンションアップ。ほい。我が血族。俺のターンだ。さあさあ。手札6枚以上やけど、さすがに何も出さんっていうことはないと思うんでね。ゴンズは発動しないでしょう。はい。さあ、はぐれメタル、フェイスでしょうね。はい。これゴンズ出しちゃえばいいんじゃないかなと思います。はい。あ、プレミアにしとこう。特に意味ないけどな。これはプレミアにしときます。やってやるぜ。これでハジャテンションとはぐれメタル頑張ってぶつかって処理っていう動きになるかな。はい。パンプアップしていきましょう。パンプアップ。ただパンプアップできるユニットがおらんな。やっぱハジャか。でテンションアップかな。はい。これはしっかりとボード取っていきましょう。多分レナスさんのテリーなんでね。それしかいない。マジでそれしかおらんからな、ほんまに。いや、これ出すかどうかだな。出さんな、多分。じゃがめ、レナスさんのレシピでじゃがめ入ってないか。いや、出しましょう。はい。ボード取るためにも出しとくのは結構大事じゃないですかね。で次のターン、テンションスキル、ゴンズ突破の盾魔人が少々厄介ですけど、電電流あたりで止まってくれるでしょう。はい。さあさあ、早いところね、ネルゲル、進化の秘宝を持っておきたい。いや、ドンモグーラ持っておきたいですね。ああ、言った通りなこうも言った通りになると、面白いな。イカズチよ。俺に力を貸せ。私のターンだ。でんでんかな。ベビーパンサー、まあドンモグーラ来た時のために ベビーパンサー取っておけるんで、まあこれ普通にでんでん流で、まあフェイス削っていきましょう。はい、やってやるぜ。さあ6ターン目。準備は整った。うわ2枚目2枚目か。ああそう、3個数はぐめたとかやめてくれないか。ベビーパンサー、あーオッケーオッケー、テンションアップ。はい、了解です。何にするかな。さあドンモグーラ引いていく。これはありがたいな。そしたらどうしようかな。まあトレードはしたいですね、さすがに。うん、縦魔人は処理しましょう、もちろん。うん、大金でいいですかね。はい、大キング回復してテンションアップ挟んでフェイス。ピピパン、ほい、ターン終了。見せてやるぜ。7ターン目の動き、まあ雷鳴そろそろ来そうかな。うん、ただまあ覇者も消えちゃうんでいいですかね。はい、テンションアップ。まあスキルで抜いてくると思います。でまあスキルで抜いてあれかな、シールドオーガーとかかな。うん、オーガーかな。オーガーとちょっと突破できないですよね。あ、プチアーノ弱っそりゃ弱え。無だ、ありがたい。全てを無に。メラゴースト、これはドンモグーラいきましょう。ドンモグーラ、テンションスキルで、まあ、これで41出てくるんで、ね、これ一気に顔詰めます。よいしょー、ほい、ターン終了。まあ剣でこちらのユニットに当たれないようにしておきたいですね。うん、雷鳴装備してドンモグーラ当たってきたとしても、まあ、メロゴーストでもうリーサル取れるんで、ぶつける、8コース、さあどうする。雷鳴、オッケー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 、素晴らしいね。うわー、しかもいいところ当たっていくけど、まあメラゴーストでリーサルですね。はい、対戦ありがとうございました。強いやつがいたとはな。いざ運命に導かれるままに。はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手ミニアですね。まあ魔術師でしょう。はい、まあ、ごくたまにギャンブルっていう感じかな。はい、まあ今は魔術師ミネが非常に流行ってるんでね。何にするかな。まあこれ骸骨展開します。さて何にしようかしら。さあ依頼は私の手の中に。私のターンだ。骸骨2枚はないな。イエローシックル展開してフェイス積んで終わりかな。私のターンです。さあどうするか。ニコスの動き、まあ、キラーグースあたりが飛んでくる可能性がありますかね。モーモ、うん、プチアーノ、ああこれギャンブルか。無だ、全てを無。ギャンブルか、どうしようかな。じゃあギャンブルなのであればもうガンガン攻めていっていいでしょう。攻めるっていうかもうパンチしておきます。はい、ボード取ること優先で、はい、でまあプチアーノを守るのであれば、まあ普通にメラゴーストで突破できるのでいいのかなと思います。はい、ぶつける。風の道。ギャンブルであればオークキングは非常に回復要素としていいんじゃないですか。うん、キラーグース、あ、処理できない。カード引かしてくれない。何にするかなるほど、しゃあないなそれは。オークキングを出したいな。オークキング大金出したいな。これ大金出すか。うん、でフェイス、はい、ターン終了。いや、キラーグースのスタッツがおかしい。私のターンです。なんでキラーグースの能力が 50% になったんかマジでわからんねんけど、理由は何やろな。いや、それ貫通でよろしく頼む。ナイス。メラゴーストで取ります。ワタボ、はい、あ、多分そこなんや。イエローシックルで取りましょうか。無だ。すべてを無に。すべてを無に。進化の秘宝。そしたらどうしようかな、これ。イエローシックルでもちろん突破。突破。まあ、オーレンの方が盤面強いんで、これメラゴーストじゃなくてオーレンいきます。はい。これでターン終了しましょう。まあ、ジャガーメイジでオークキングがちょっと突破されちゃうのが弱いんですけど、まあ丸そうかなこれが。どっちにしろね、メラゴースト出しちゃえばまあ食らっちゃうんでね。ああ、それ風の導きは本当に NG だぞマジで。風で導いてこないでねああ、導いていくなんてことだ。何にするかな。バロンナイト、あ、杖、これバロンですね。はい、でこれフェイス。まあバロンナイトにあえて熟札切ってくれてる間に私のターンです。一気にバロンナイトで、ね、顔詰めれたら強いかなと思います。はい、スキッパー、うん、さあビンゴ。哀れる君出してくるかな多分。さあ未来は私の手の中に。それでまた貫通が来れば、まあ、メラゴーストで処理できるんでね。さあ暴れる君どっち。貫通貫通、よしこれイエローシック取ってくるね。でまあメラゴーストで取れるな。どうしようかな、悩ましいですね。スキッパー、おー、すげえ出てくる、すげえ出てくるな。スキッパーのおかげでなんか手札が全然枯渇しないですね相手。羨ましい。ただまあ貫通はちょっと嫌なんで取ります。処理、ちょっとスキッパーこれ以上暴れられても嫌なんで、はい、取ります。でオークキングでバロンナイト回復、テンションアップ、ターン終了。パンプアップしていきましょう。いや55トンの結構厳しいと思いますよ。うん、55取っても56が残るんでね、これはなかなか厄介じゃないですか。福袋、ああ、それはめちゃめちゃありがたい、嬉しいマジで嬉しい。ネルゲル引いていく。それやったらオークキングちょっと突破してほしいですね。だからオークキング突破しないとあれですからね、ユニット並べられないから、この陣地だと V 字に並べちゃうと次に出てくるユニットが絶対貫通で食らっちゃうんでね、はい、死なない。もう一回さすがにないか。処理、はい、これはネルゲルですね。キーパーカオト、ニードルマン、もうあれでしょう、顔でしょじゃがめが引ければじゃがめでいいけど、ああなるほど。まあネルゲルいきましょう。ネルゲルここかな。はい、57強すぎる。しかも55を出していくと、息を吐くように55出ていく。私のターンです。さあこれは期待できるぞ、ギャンブルも多分リーサルはないと思います。4点なんでね。テンションアップかな。これ勝てる可能性すげえ低いぞほい、ああ相打ちありがてえこの4点はでけえぞ、この4点はでけえぞマジで。うん、勝利。キラーグース、まあ、展開するしかないでしょうね。さあまたじゃんけん、カード引いていく。ここじゃんけんっぽいインスピレーションばっかじゃん。じゃんけんっぽい。ああまあそら勝てないですね、はい、しゃあないこれは。進化の表を積みたいですね。それだとまあ盤面でしっかり取っていきましょう。はい、オーレンも使ってベビーパンサーとか挟んでテンションもしっかりためていきます。うわここで詰めていく。インスピレーション、もう見えませんわ。スキッパーの能力発動、1コス引いていく。じゃんけんぽい。あー勝てないか勝てないか。5点。いや痛すぎる、マジ痛すぎ。はい、終わっちゃいましたね。これ間に合うかどうだ。リーサルないよね。ベビーパンサーテンションで3上がるでしょ。3上がった8、16。ん ?8 の16。あ、21。あー、リーサルですね、これ。ベビーパンサー、テンションアップ、キラーピックル。ほい。ほい。ぴったしですね。はい。ありがとうございました。まあ、ギリギリいけたって感じですね。はい。私の予言を覆す。さあ、私と勝負よ。はい、それでは対戦よろしくお願いします。お相手アリーナですね。さあ、やっていきましょう。どんもぐ返しちゃいましょう。オーレン、強いですね。私のターンだ。メラゴ、あーアリーナ相手にメラゴースト強い。いでよ我が血族。さあ思いっきり行くわよ。ニコスの動き、タイガークロー切ってくるか。うん、無だすべてを無に。キラピ、この骸骨もちょっと残しつつあえて展開したくないはずでしょう。うん、ベビーパンサー処理してます、もちろん。私の技味わわせてあげる。テンポポンポンポンと取っていきたいですね。何にするかね。ハグメタで処理するか。うん。きっちりとボードは取っていきましょう。はい。まあ、ハグメタ残んないと思うな。ストレートパンチとかあるからな。メッサーラテおい。メッサーラテおい。無だ。すべてを無に。すべてを無に。こうかな。はいメッサーラ採用してるの結構珍しいな。まあジャガーメージだと起動する條件があるから、まあ1個下がってでもね、いつでも発動できるメッサーラはなかなか強いんかなと思うけど、ちょっと予想外です。ハグメタ、お、しっかり処理。ハグメタとキャッチボールしてくんね。あ、メッサーラか。殴る。ストパン。すごいいじめられてる。すげえいじめられてるんだけど。ベビーパンか。ボード取りたいけどな。さすがにオークキングは顔ですね。うん。はい、ターン終了。思いっきり行くわよ。まあゴンズあたりがね、アリーナ相手でには刺さってくれるんですけど。出たよ、またメッサーラ、お前。ストパンかな。ハリセン、処理何にするか。キラピで処理。あ、ゴンズ引いていくけど相手手札ないぞ、意外と。なんで相手手札ないやん、なんでや。テンションアップ。キラピ。ほい。カード引いて。イエローシックルを出していきましょう。はい。手札少ないのをちょっと。手札少ないんで、もうガンガン相手のボード取って、まあ、いけるときに顔詰めていくっていう感じですね。ハッサン。いきなり出てくる。スタッツ。鬼の高さやね。スタッツが鬼の高さやね、これ。もう強えわ。すげえ強え。オーレン。オーレン、キラピで突破、メラゴーストで処理。それでいこうか。うん。処理。メラゴ、テンションアップ、ターン終了。いや、ボード取っていくよ。ただもう8ターン目なんで、ネルゲルとか出てきちゃもうきついわ。もう何これ。カノさんまだ良心的。とりあえずネルゲル強すぎ、マジドン引きレベル。いや、パンチかな。私のターンね。強すぎでしょ。うん、進化の秘宝欲しいな。アンルシア。これ以上みんなを傷つけさせない。これでも食らいなさい。テンションアップ。私の技、味わわせてあげる。味わしてあげる。精神統一。まあパンチでしょうね。さあ行くわよ。瞑想。なんだこれ。ふんだんに使ってんな。いやこいつ取れねえぞ。しかも5五でいや竹槍でも取れんわ。いでよ我が血族。いやヘルス高えな。取れない。マルティナすげえ相手の盤面5が多いわ。すげえ相手の盤面5が多い。うわ何これジャガーメージ出してくださいみたいなもんねや。ジャガーメージぶち刺さるんやけどこれ。タイガーグラス。まあこれは負けですね。はい。まあ何引いても負けやねこれは。何にするかな。ドンモグ意味ないな。はい。対戦ありがとうございました。認めたくない。はい皆さんお疲れ様でした。今回ですね、ミッドレンジピサロを使ってみたんですけどもいかがだったでしょうか。まあまあ結構ね。戦います。今の環境やっぱりねアグロも非常に流行ってるのでそのアグロに対して非常に強く出れますね。うん、ただ魔術師ミネアのように魔術師ミネアであったり、アリーナ、まあ、最後の試合アリーナ負けてしまったんですけども、まあ、そういったリーダーにちょっと、引けを取るのかなと思ってます。やっぱりねこちらの盤面が作れてないと、まあ、パンプアップもできないので、うん、そうね結構インチキ除去をしてくるリーダー相手だと、まあ、少々厳しいのかなと思います、はい、ただまあ今の環境でも十分戦えているので、まあ、なかなかおすすめできるデッキなんじゃないでしょうか、はい、それでは呪文の発行いたしましょう。よろしければフリーマッチランクマッチで使ってみてください。良きドラクエライフを。バイバイ。